聖騎士2人、巨人3人、妖精7人、そして捕虜1人。よく実戒2人とアーサーを相手にそれだけの犠牲で済ませられたな。ガラン、メラスキラ、混沌に偽りの記憶を植え付けられ操られ、再び敗北を期すると。そんな奴らの冥福を祈るのか。さすがは変人ティティス様だ。祈りではない、ただの同情さ。それにしても死角に逃げられた挙句まんまと捕虜まで殺されるとは、どんな失態だな、ランスロットこれがこちらにとってどれだけ不利に働くと思う？てめえに俺の気持ちなんかわかるかよ、クソババ。お前にだって私の気持ちはわかるまい。心を読むのと思いを理解することは全く別物だからな。少し夜風にでも当たって頭を冷やすんだな、ガキ。